アメリカの11月の住宅着工件数は年間算で136万5千戸と、前の月から3.2%増加し、市場予想も上回りまして。最も割合の大きい一戸建て住宅が2.4%増え、変動の激しい集合住宅も4.9%増加しました。また、先行指標とされる着工許可件数は148万2千戸で、低金利を追い風に12年半ぶりの高い水準となりました。